アメリカでアジア政策を統括する高官は19日、日米とオーストラリア、インドの4カ国の協力枠組み、クアッドの会合について日本が来年開催することで合意していると明らかにしましたアメリカの NSC ・国家安全保障会議でアジア政策を統括するキャンベルインド太平洋調整官は19日 日本でのクワッドの開催時期に関し調整すると明言を避けましたが対面でクワッドの首脳会談が早期に実現すればバイデン大統領の初めての日本訪問の機会になる可能性があります。